今日は俺とお前のシングルバックハンド。僕は返す派。いかに綺麗にここのとこで捉えるか。鈴木隆夫のバックのスピンは珍しいですからね。皆さんこんにちは、小野田道久です。今日は俺とお前のシングルバックハンドというテーマで、隆夫プロと熱く語ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、隆夫君のまずそのグリップですよね。ちょっとグリップどうなってんのかなってちょっと気になってるんですけど。形ですか？形。これはかなり長い年月ね、僕も20年前ぐらいからこれ見て、はい、見てますけど、バームクーヘンみたいになってんですよ、はい、これこうなってんですね。これは結局はサーブの特にこう、はい、薬指が引っかかるっていうこともありますし、まあ、全部のショットそうなんですけど、もちろんサーブの時にもそうですし、スライスだろうがバックハンドだろうがボレーだろうが全部これです僕は。なんかここで当たってるんで痛くならないのかなって、うん、まあ、豆はこの左、いわゆる小指側っていうんですか、手のひら側の方についてますけ ど、 なるほど。まあ、これはこれの方が僕は握り感触がいいと。でかなり太めです。細くはないです、グリップそのものは。結構長く小指がかかるぐらい、小指がちょっと出るんだ。外れてますね、はい、僕感覚的には小指が一番最初に握るときにこうやって力が入るんで、うん、ここがかかってないとちょっとこう不自然なんですよね。なるほどね。なんか抜けちゃうとこうなんかちょっと怖い、うん、抜けちゃうの。こういう形になってるとよく言われるのが、こう持つんですかって言われて、そう、うん、でもこういう持ち方ではないんですよ。いわゆるもう完全に中に入れちゃうということで、それで握ってます。もちろんこれもバックハンドの違うのもそうです。スライスももちろんです、はい、フラットももう全部です、はい、長さは変わりません僕の場合は、はい、僕は昔、まあ、ジュニア時代の時はもうちょっと薄かったんですよ、まあ、スライスをメインにこう打ったんですけども、はい、やっぱり海外に転戦してって、うん、まあ、頭より上のボールを打つ時には、うん、スライスだけじゃ無理だなって思ってから、はい、グリップをやっぱちょっと厚くして、うん、まあ、当時はやっぱフェデラーが出てきた年だったんで、うん、そこを真似して少し後ろ下がってから、まあ、ラケットを縦に振る、うん、まあ、ショートクロスは横に振るみたいな形で、はい、まあ、少しグリップを厚くしてこういう風に出すようにしたんですよ、うんうん、なるほど。だから年々こう厚くなってきちゃって、まあ、ちょっとこれスピンかけすぎると前に行かないからちょっと悩んだ時期もあったんですよ、うん、なるほど。ただバックのスライスは、はい、まあ、高尾君にも教えてもらいましたけど、はい、ちょっと薄く握るんですね。そう、薄く握ってコックして、はい、この手の甲が向こうに向くぐらいをインパクトでするって、はい、で僕もやっぱ薄ちょっとこういう握り方してたんで、はい、手の甲が上に向くインパクトだったんですよ、はい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 、でこれでボールがいくら打っても前に行かないから、うん、高尾君にこういう風にしろって、ね、そうそうそう、はい、この手首の角度が大事。そこでインパクトの時に体入れてから打ちに行けって言われてからめちゃくちゃ上手くなりました。まあそれは良かったです。バーリー上手くなりました、はい、バックのじゃあ3方向ちょっと打ちます。はい、はい、ラケット構えてからインパクトまでの加速をできるだけするように力を抜いて、ラケットを引っ張り出す、うん、落としてる意識ってあるんですか？ナイス。あ、ないんだ。ほとんどナイス。ここはもう本当重力で、あ、で逆に力を入れ始めるタイミングってどこぐらいからですか？ですね、力を入るのはここは自然にこう落ちてるんで、うん、ここからやっぱり加速が入るイメージが。じゃあ、もしかしたら右足を出してからとかそういう。いや、僕はですね、うん、もうここの時点では加速入るから、うん、こうなった時点ではもう加速し始めます。あ、なるほど、はい、なんかこう当たってからこういう風なっていう感じがあんまりないんで、うんうん、ここの時点でもう加速して当たる時にはもうラケットはもう返り始めてる。だから当たってからこう返すというよりかは、うん、当たる前にはもう帰ってフォローを迎える。なるほど。細かく言うとそういう感じ、うん、やっぱね、にってます。選手の、ね、人の感覚ってありますからね。当たってから返すというよりかは、うん、本当に加速を利用して、うん、インパクトで力を入れる。なるほどね、うん、まあ、ショートクロスとかはここからさらにこうスピンかけて、スピン量だけを調節して相手を外に出す、そういう感じですね。
いや、まあ、見てるとね、すごく見てるとこうもちろん、これまでの経験だとか、うん、そのね、もちろんその技術だとかもあるけれども、その出す力をこう出すタイミングがすごくいい、すごくいい。それはもちろんボール出し当たり前、あのプロに対してそのなんかいいっていうのは失礼だけど、はい、その他の選手と比べても、はい、その力感っていうのがこう見てる中ですごく見えづらい、うん、見えづらいけども、多分小野田プロの中でどの場面で握り始めてどこでこう、はい、打ってるかっていうのは多分独特なものがあるでしょうね。僕はやっぱり小さい頃からこう、うん、力が抜けてるようなフォームで打てたっていうのもラッキーだったと思うんですよ、うん、よくなんかふにゃふにゃしてんなっていう感じで見られたんですけど、結構力入ってる時もこの辺はあんまりこう力が入ったことがあんまりないですね。で加速の時はただ調子悪くなるとどうしても緊張してるとここはやっぱ硬くなります、うん、それはもう精神的にうわ緊張してるなとか、もっとうまく打たなきゃいけない、そういう時はスピンがかかりづらくなっちゃう、はい、だからそういう時は逆にもっとこう力を抜くっていう方向に行っちゃいます。力を入れるというか、ね、もっと脱力して状態の軸だけをこうキープしたまんまラケットを加速させるっていう。なるほど、はい、そこにもうなんていうの、頭を集中しないといけないなっていうのを意識は持ってましたね。なるほど、はい、ちょっと僕もどうでしょう、打ってみていいですか、はい、鈴木孝雄のバックのスピンは珍しいですからね、はい、先に言っときます以上お願いします。テイクバックがそれほどやっぱ大きくないというか、また低いバーディー、うん、うん、おーしょ、やっぱね、高いところにもし弾んでくると僕はやっぱこうスライスで返すことが多いので、このスピンを打つのであればやっぱり胸の高さから腰の高さ、まあ低いところは場合によってはスピンとスライスを混ぜますけど、うんうんうん、やっぱその自分のねストライクゾーンがねすごくある意味僕の場合はスピンだと狭い、でももうそれはもうプレースタイル上ある意味仕方がないなとも思ってる、うん、そんなにねオンザプロほどスピンはなんていうんですか、振り上げてるっていう感じよりは前にこう押してるという感じの方が強いのかな、やっぱり、うん、返すっていうことよりかは、あまりそれをね、まあ、ここに対してラケットヘッドをねすごいこううまく使いたい、使いたいけど、やっぱり使い出すとボールが暴れるんですよ。なるほど、うん、あんまりこういうとこで小細工しない方がいいです、ね、うん、そう、もちろんそうやって打てれば、うん、打てて綺麗に当たってコントロールできれば全然それはやりたいと思うんだけど、うん、それよりもやっぱりね、丁寧にグリップの厚さってちょっともう一回意外と厚いかもしれないです。これってバックの時は、うん、これ指は、うん、ハンマーっていうかこう握ってます、それとも こうやって開けてます。ね、そんな意識はないですけど、これはほとんど、うん、まあハンマーですよね、こういうふうに握っちゃうんですよね。いわゆるグリップに対して直角ではないよね。あ、この指全体が少し斜めになってるっていうんですかね。でここのよく聞かれるんですよ、この人差し指はつけた方がいいですか、離した方がいいですかと言われるんですけど、僕からしたらあんまりそれは意識しなくていいと思うし、それは自分が握りやすい、ただしこの直角になるともう同じグリップで持っても感覚っていうのが変わるので、僕は最近はね、意外とあえて厚めに少し持って縦よりも少しクロスコート打つんだったら横振りぐらいのイメージでもいいのかなっていうのも、なんかこうここの、上腕のこの回線系のスピネーションみたいなこういうのって使います？あんまり使わない、あんまり意識ないね、僕はね。どちらかというとこの甲の方で、甲の方とあとこのなんていうか下の方の意識の方が強い、うん、逆にこの指で言ったら、ね、うん、ダウンザラインはこう上げ、僕もこういう風にあんまりって、うん、フェース返さないですけど、うん、クロスだけはクロスはすごい返してるもんね。そう、僕めちゃくちゃ返すんです、うん、だから、まあ、視聴者の方見て分かる通り、うん、タイプがやっぱちょっと違うんですよね、うん、僕はどちらかというと返す派、うん、で高尾プロは返さなくてコートフェースを確実に方向に向けていく派って、はい、そうですね、うん、どういうボールを打ちたいかだと思うんですよね、うん、例えばこうもう上にもう少しこう高く弾ませたいんだったら小野田プロのようにこう返すような形で、それこそガスケとかね、ああいうボールの感じになるけど、僕は逆にそこまで上げちゃうとアウトしちゃうから、
スピンの量が少ないから、だから僕はあの少しこうフラットドライブのような形で当てますよね。おでしょ、はい、ちょっとレッスンのような。あ、やべ、低くした。オッケー、うん、ちょっとね、こうあえてね、ちょっと引っ掛けてる、ちょっとね引っ掛けてみたり、僕はリラックスして、やっぱこうそれぞれのね、うん、まあもちろん道具もあるしね、うん、オッケー、じゃあラスト1回ずつで、うん、おー、ナイスショット、 Thank you、 いいな、オッケー、ナイスショット、Okay、 けどやっぱり、まあ、手首の話結構しましたけど、うん、やっぱり右足で体重移動して壁作って、うん、ここがやっぱり一番力がやっぱ入る、うん、で一番耐えなきゃいけないところだから、やっぱここが軸となってやっぱ行くんで、どうしてもこうフラフラしたりとかっていうのはあんまりしないですよね。まあ両手打ちならね、例えばそのオープンスタンスでこう何とかしてもとか、ちょっと後ろ体重でもなんかうまく回れば、手でね、何とかリカバリーできますけど、やっぱ片手でシングルハンドで打つんだったら、僕はもちろん手の状態も意識しますけど、この右足のこのグッと出した時のからどこで捉えるかっていうのは、もうちょっとでもその自分の打点が手前になっちゃうと、もう詰まっちゃうから、もう常にこの前で大げさなぐらいね、前で取るぐらいでちょうどいいと思う。それでボールがグッと来た時にうまく、それはタイミングで合えばいいから、まあパワーどうのこうのっていうのももちろん、あの片手打ちで求める人がいてもいいけども、やっぱりいかに綺麗にここのとこで捉えるかっていうことが大事ですよね。大事ですね。また体がぶつかっていって体の力で持っていけるっていう、まあ全て大事ですけど、バランスもね一番大事なのかなって思います。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!